私の中ではもう人生にしろこの世の中にしろ陽だけの世界なんて考えられないんですよ。逆に生きてると両方のバランスをとって生きていかなければいけなくなるので、それこそ訴える力を持ったものを作りたいんですね。理想ではない、世の中のすべてを描きたい。ブレイクゼイヤ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家藤原由紀。唯一の自己表現の場だった町の絵画教室、そこで学んだのは理想と現実という世界の断り。自分の世界っていうものを考えるようになってきてから、かなり負の世界に陥ってしまって、それから本当に社会的な現実、まあ、いいものも悪いものも常に自分なりに知ろうとして描いてると思いますので、無垢な笑顔と残酷な現実、一枚の絵に同居するリアルがいつしか彼女の武器となっていく。やっぱりどの時代になっても絵に価値のあるものでいてほしいんですねそのくらいの気持ちでやらないとダメなんだって自分の中でこう決まりがあって、いつ自分が死ぬかなんてわからないんだから、一個ずつ本当に納得がいくまで作るのがまあ正しいのかなっていうような、自分の目で見た今が尊い存在になるように、現実にある喜びと悲しみをただひたすらに刻み込む。あんまりにもストレートすぎると自己発散で終わっちゃうというか、やっぱりどうしても見る側の人がいて成り立つものですから、美しさとかちょっとどこか面白いなとか、そういった要素もやっぱり意識して入れていきたいと思っているので、幸せの中には不幸がある、悲観する中にも希望はある、飾ることのない思いを描き続ける藤原由紀のブレイク前夜。私にとっては絵って扉みたいなものなんですよ。完成して終わるとその扉が開いて、やっとまた一個前に進んでみたいな、その繰り返しのように感じて、終わるまで出られないですその中から美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家向井川隆明のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。